はい、今回は、ご聖戦の、予選 C から、吉原ゆかり六段対、大森、九段の一局を紹介したいと思います。はい、この2人は、加藤正夫名誉王座のね、お弟子さんですね。はい、兄弟弟子との、対局となりました。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。はい、まあ、吉原さんもね、嬉しいんじゃないでしょうかね。はい、ここは分かりやすくね、三三入って。ここは次で打たれましたね。まあ、当然こちらで打ち方もあるんですけどね、こういうような、感じで進行することも多いですね。ここはなんかあれですね、普通の感じがしますけど、まあこうなりますとね、結構込みの負担がものを言いますので、どちらかというとね、白を持ちたい人がね、多いかもしれませんね。ここで、受けましたか。まあ、このぐらいね、やりたい気もするんですけどね、こういうような感じ。まあちょっとね、どうなるか。ちょっとこういう打ち方だとね、心配なんですよね。つけられて。そうですね。まあこうやってね、ゴリゴリ行きたいんですけど、これはどうなるのかな。跳ねていいかわかんないですけどね。まあ、仮にこういう進行。まあ、こういう主張で、ね、取られてしまいますんでね。まあ、こういう感じだと、ちょっと悪いんでしょうね。こういうのもあるのかもしれないですけどね、黒。地を取って。実際は肩。そうですね。本当はこういう手とかはね、あんまりやりたくないんですよね。まあ、本当はまあ、詰めぐらいとかね、やってるぐらいなんでしょうけど、こう渡られてしまって、なかなか込みが出せないかもしれないということでね、ちょっとこういう打ち方ですか。まあ、これもね、立派な手ですから、この交換が良かったかどうか難しいところな気もします。まあ、白はこれで十分っていう態度でしょうかね。なかなかね、戦いがするところがなくて、込みの負担がね、ものを言ってきそうです。しっかりこう取られて。こうなってみますとね、やっぱりなかなか、つけ入るチャンスがないなかったっていうような感じでしょうかね。そうですね。ちょっとやっぱり序盤からの打ち方がどうだったんでしょうか。もっと積極的に打たないと、込みの負担がね、ちょっと気になるような碁形でしたね。結果は、最後まで打たれまして、白の6目半勝ちということでしたから、ちょうどね、込みが出せない形勢となってしまいましたね。そうですよね。やっぱりちょっと序盤が辛かったのかなと思います。
はい、じゃあこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。